はい、どうも、お茶です。今日はヒルビリーを使ってやっていこうと思います。はい。ということで、コンセプトとしては、このチャージ速度の速さ見てもらえればわかる方もいると思うんですけど、チャージ速度をね、極限まで速めた、まあ、チャージ速度、最速ヒルビリーかな、を使ってやっていこうと思います。まあ、昔はね、ちょっと前に、同じようなことをね、カニバルでやったんですけど、今回はね、まあ、ヒルビリーをね、使ってやっていこうかなと思います。で、パーク構成は、上から破滅、ガラクタいじり、オーバーチャージ、バーベキュー&チリとなっております。はい。ってことでやっていきましょう。あ、そして概要欄に、パークの効果ね、書いて載っけとくんで、パークの効果わからない方はね、概要欄を読んでみてください。多分わかると思います。まあ、結構ね、デッドバイのね、説明とかって、複雑で読んでもね、わかんないこと結構あるんですけどね。まあ、ちょっと読めば、ちょっとじゃないけど、まあ、読めばわかるかなと思います。何言ってんだ俺さっきからね。あはは、ボディーガードしてたね、今ね。ただここで倒しても、下持っていけるかな。あ、じゃあやってない。拾い上げる。しっかり出てから、押そう。これなぁ。あ。これ追いかけようかな。これ追いかけましょう。ここから下降りて。なんかいっぱいいる。なんだ。どうやら死にたい人が多いらしい。なんだ、ラッキー、これは。これはラッキーすぎる。まあ、一人は助けられるだろうけど、相当時間ロスになるんで。あ、ここもやってたんだ。なるほどね。まあ、こんな感じでね、もう誰も今発電機触ってないですからね、おそらく。あ、あの上、あ、へ、こんな近くでも見えるんだ、バベチリって。優秀やな。降りたかな。早っ、マジか。だがこっちのチャージ速度も速いと。これで、すぐ、今いましたね。右走ってたの見えたから。追いかけよう。いた。もうちょっとこっちのね、メガネのおっさん狙いましょう、もう。これは。さっさと一人退場してもらった方が、こっち的にはね、戦いやすいんで。で、後ろからなんか、ついてきてる人が、いますね、これ。で、おそらく、何やってんだ何やってんだこれ。大丈夫か。はい。マジか。ちょっと、やばくないか、これ。助け来てそうだな。大丈夫か、これ。走った跡がある。いないか。いやー。ちょっと、あ、いた。このチャージ速度最大ヒルビリ、ああ、早すぎた。早すぎた。もうこれ開幕一人死ぬんじゃないか。ちょ、殴っとこう一発。あ、うまい。助けられた。ちょっとこれはもう、あいつ追いますか。ラストだし。ただね、全然チェーンソー使えてないんだよね。そこだけがすごく、心配。あ、ボロ体か、なるほど。いや、ただもうこれ追っちゃいましょう、もう。あれ？なんか違うのいた。こいつ追うか。これでいいや。あいつはもう、後でもいいかな。というかなんか、全体的に、あ、ここ、ちょっと、遠手もあるから、やだかな。ここ吊るさなきゃよかったな。な
か全体的に結構なんか救助欲が高めっていうか、なんか無理してくる感があるんで、結構吊るしやすいかもしんない。おそらくこれこの上やってんのかな。いやでも吊るはず多分、うん、もう結構助けに行ってんじゃないかな。近くで待機してる気がする。か、トーテムバレたか。バレてない。回復してたのか。なるほど。あ、今いた家。このね、こっち走ってたね。こっちか。この下行って。あ、いた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 。助けられたね。ちょっとタップ刑事を追いますか。これはどうしよう。いや、殴るか、これは。よいしょ。おっと、まだいたぐるする？あ、まだやる。なるほど。お、うまい。うまいね。爆発して。さあ、ここで渇望発動したんで、こっち行って、戻って、無理か。いや、でも、これはいけるぞ、多分。これ取れると思うんで。いや、でももう、ここ壊しちゃうか。これで一瞬で壊せるんで。お、やりよる、マジか。板使うと思ったんだけど。うまいね。ここは弱い板だよ、多分。あー、ちょっと待って。やばい。板ぐるに時間かかりまくってる。まずい。倒した？ほい。オッケー。ここは弱いた。弱いた？弱いたなのかな？まあ、読み合いはできる板だったね。みんないる、みんないる。オッケーオッケー。ありがてえ。ここら辺いるね。奥行ったか？いや、いる。デビキン、デビキンなんかすごい。なんか、なんつうんだろう。大雑把というか、もうちょっと鬼を警戒してもいいんじゃないか。っていう感じのタイプ。なんだけど、ここ地下あるかな？ないか。地下どこなんだろう。あっちか、あっちか。あ、なんか、意図してないダジャレになったけど。で、今助けたか。あ、オッケー、この人、一回目か。あそこで、なんか、治療してる誰だろう、あれ。いててて。これ、バレたかな、ルイン。ワンチャンバレてそう。大丈夫。いや、バレてるね、これ。なんか、この人最後かな、多分。これちょっと不毛じゃない？あー、やっちゃった。この人最後なのに。うん、最後ですね、この人ね。これは、いいですね。めっちゃ殺人鬼ペース。で、あの治療じゃなくて、あのデビキン追いますか。治療じゃなくて、なんて音したんだっけ？負傷か。負傷してるデビキン。こっち行って、あ、いたいたいた。どう行くかな？なるほど。こう行ったか？いたね。なるほど。ここいるね。で、ぐるっとやって、ルイン壊されて、ここで待ってると思ったんだけどな。あ、それは、なんか、のんびり、のんびりしてるな。まあ、破滅は壊されたけど、これはでももう、きついでしょう。3人で、発電機5個は。うわ、マジか、みんな近くいるな。救助欲高すぎん？ビビるんだけど。こういう上とかいたりした、する、いたりしたりするんだよね。どこだろう。
いや、これはね、ちょっとキャンプ気味になっちゃうかもしんないけど、多分近くいると思うんですよね。めっちゃ早いんで、あ、ほらほらほら、いた。絶対いると思ったんだよな。で、多分助けられると思うんですけど、おっと？ここら辺でチェイスしたら、助けられるものも助けられないけど。ちって、あ、右行ったか。助けないんか？いや、これはね、チェーンソー当てたい。殴ってもよかったんだけど、オッケー。いや、これ助けないのかな？あ、死んだ。これはもう釣っちゃって、脱出口出ないんで、ハッチ出ないんで、もう、あれですね。勝ちだ、これ。ハッチ出ないし、今映ったしで。で、足跡ないってことは、ぐるぐるしてる可能性が高い。あ、出たね。こっち行って。オッケーオッケー。これはもう罪ですね。これは罪。仕方ない。ちょっとね、序盤で死にまくっちゃったのかなーって感じがありますね。よし。ってことで、このね、チャージがめっちゃ早いカニバルでの動画でした。死んだね。やっぱね、チャージ早いって強いですよね。使いやすい。うん。これね、結構、キルビリー始めたての人とかは、おすすめできるかもしれないですね。ほんと、使いやすいんで。ちなみに、アドオンはこんな感じです。こんな感じです。多分、これが一番早いんじゃないかな。で、ガラクタいじりで、能力のチャージ時間をね、また、チャージ時間に影響するアドオンの効果をね、10%増加してるんで、これが多分一番早いと思います。はい。ってことで、今日の動画はこんな感じになりました。ご視聴ありがとうございました。